世界がヤバい。どうもライです。本日紹介する国はカンボジア。カンボジアはマジでヤバい。マジ暑すぎる。場所はここです。赤道に近く、気候はまるで一年中夏です。あ、もし行くとしたら、分厚いパーカーとか持って行っても、邪魔なだけなのでやめておきましょう。1月が一番気温が低いんだけど、それでも27度くらい。3、4月の日中の気温は、なんと40度近くにもなります。やばい。そしてカンボジアといえば国旗にも描かれている超有名な世界遺産アンコールワットがあるところ。アンコール王朝の最盛期12世紀前半に30年かけて作られました。まさに東南アジアの文明を代表する遺跡です。しかしカンボジアはポルポト政権時代という残虐な時代を迎え、悲惨な事態に陥ったこともあります。それがカンボジア大虐殺。このポルポトというヤバい独裁者率いる共産主義政党が階級差のない社会を目指し、大都市住民、教師、宗教関係者などを反革命的なものとみなし、処刑場に送り殺害しました。たった4年間でその数はなんと推計約200万人。これ当時の人口の3割ぐらいだからね。本当にひどかったです。そしてカンボジアは国内での貧富の格差が今でも本当にヤバい。インフラ設備が行き届いていない農村部では電気はおろか綺麗な水さえ手に入りません。なのに都市部は近年で超発展していて、街はとても栄えています。でも都市部はインフラ農村部よりもマシなんですが、いかんせん道にバイクが多すぎる。こんな感じでラッシュ時は至る所で渋滞。しかも交通事故の発生率はなんと日本の100倍。なんと毎日平均5人が交通事故で死亡しています。そして死亡事故の 90% はオートバイでの事故です。ドライバーの運転マナーが最悪。スピード違反、逆走、車線からのはみ出し、脇見運転、バイクの 3,4 人乗りや蛇行運転は当たり前。最近信号ができたんだけど、その信号もなぜか無視。なぜだ。ていうか、なんなら車線も消えかけてる。でもカンボジアで買い物するのはめっちゃ楽しい。なぜなら物価がとても安いから。 500ml の水なんかは日本円で言うと約30円で買えちゃいます。そして外食は現地料理なら1食あたり100円から300円とかで食べれちゃいます。そしてカンボジアの真ん中ら辺にはトンレサップ湖という巨大な湖があります。正確な人口は不明ですが、湖の上には家を建てて100万人以上が暮らしているらしいです。不思議じゃね。そこ湖だよ。そしてこの集落にはなんとスーパーや病院もあり、一つの町として完全に機能しているんです。この写真はトンレサップ湖に浮かぶ小学校です。子供たちの通学手段は手漕ぎボートやパライ。リアル一寸法師です。カンボジアヤバい。世界がヤバい。